はいどうも、メダカッキーです。本日はいいメダカを持ってるメダカ屋さんの見つけ方についてお話ししていきたいと思います。画像は昨日の使い回しです。お耳だけ傾けていただければ。あと今回の話もなんですけど、僕個人の考え方なので、まあ必ずしも正解ではないです。はい、正解ではないと思いますので、まあ頭の片隅にね、あこんなこと言ってたなあやつがぐらいな感じでですね、思っといてもらえればと思います。はい、いいメダカっていうのがね、人によって条件が違うわけですよ。はい、ものすごく固定してるメダカがいいメダカという人もいれば、一点物だけどめちゃくちゃ綺麗なメダカがいいメダカという人もいるだろうし、いやもうちゃんとメダカの形してないとダメだと、まあ、あの野生にいるミナミメダカみたいな形してるメダカ以外は受け付けませんという方もいるかもしれないし、もうとにかく安くないといいメダカじゃないという方もいらっしゃるかと思うんですけど、まあ今回はですね、一般的に見て綺麗だというようなメダカということで話していきましょうかね。一般的にって言ったらまたあれですね、人によってね、美的感覚が違うと思うので、まあ綺麗なメダカを売ってある方の、まあ、見つけ方なんかをねちょっと話していこうかなと思います。はい、大前提でですね、綺麗なメダカ、一点物に関して、一点物のメダカに関してだと、メダカ屋さんより絶対愛好家の方がうわこれすげえみたいなの持ってる可能性が高いです。はい、メダカ屋さんの方がね、うわすげえっていうメダカたくさん持ってそうでしょね。うわすげえっていうメダカ、メダカ屋さんの方がたくさん持ってそうなんですけど、実は愛好家さんの方がおーっていうような、おーこれ変わってんなみたいなのを持ってる可能性が高いです。なぜか、はい、もう分かりますね。そうですね、売ってないからですね。はい、メダカをですね売るとですね、いいメダカから売りますね。売り物になるメダカから売るので、いいメダカが減っていきます。はい、なので愛好家の方がいいメダカを持ってる可能性は高いんですよ。ただ生産力があまり高くないっていう話です。はい、そこでですね、いいメダカ屋さんの見つけ方なんですけど、これがね短期的かもしれないんですけど、メダカを販売始めましたみたいな方は割とお、すげえ綺麗、一点物かもしれないけどこれは見たことないぞっていうものを持ってある可能性があります。はい、ただその方がですね、それを維持できるかっていうのはまた別問題なわけですよ。僕も今までにですね何人も見てきてるんですけど、最初すごくいいメダカを出されてたけど、後からあれこの人なんか全然前みたいなメダカじゃないな、クオリティが高くないな、でも値段は高いよなみたいな、はい、まあ、そういう方はだんだんとフェードアウトしていくとは思うんですけど、最初はいいんすよ、売ってないからストックがあるわけですよ。はい、愛好家さんの中にもですね、いろんな愛好家さんがいらっしゃいますので、大きい広い場所でやられてる方もいれば、すごく狭い小さい場所でやられてる方もいます。はい、で広い場所でやられてる方は本当ね、メダカ屋さんと変わらないぐらいの規模で最初から愛好家だよって言ってるような人もいるわけですよ。そういう人が販売するとですね、ストックしてる量が半端ないんで、最初すごいレベルが高いメダカさんを出される可能性があるんですよ。はい、ただその後生産量が追いつくかっていう話ですね。そこなんすよね。はい、いません、
このメダカ屋さん、春すごくいい魚出してたけど、なんか秋頃そうでもないなみたいな。逆にこのメダカ屋さん、最初の頃はもうただ笑顔が素敵なだけで、なんかどこにでもいるようなメダカ出してたけど、今はなんかすごいメダカ出すなみたいな方もいらっしゃるわけですよ。どうしても売ると、まあいいメダカ、売れるであろうメダカが減るので、クオリティを上げる作業が得意な方はもちろんなんですけど、生産力がある方っていうのがやっぱり生き残っていく一つの指数になるっていうか、はい、すごくいいメダカを作っててもですね、生産力がないと多分メダカ屋さんとしては生き残れないですよね。でもいらっしゃいますよね、メダカ屋さんじゃないけど、この人のメダカすごい綺麗なメダカ出されるなとかいう人いるじゃないですか。本に載ってある方とかね、紅白メダカの方とか、ずっと本に載ってる方がいらっしゃいます。そういう方ってね、一切売られてなかったり、木村さんっても名前出していいか分かんないですけどね、あの本見たら載ってるんですよ、木村さんって、紅白メダカ、あこの人すごいなっていう、その方は販売はされてないそうです。愛好家なんで販売しないっていうようなことを言われてたと思います。はい、自分が見て綺麗だっていうメダカを追い求めてるみたいなね、はい、感じのことを言われてました。はい、まあ、これあくまで僕の考えですからね。はい、こういろんなイベントに行ったりとかね、こうメダカ屋さんとかに行って、このメダカ屋さんいつもこの綺麗なメダカいるなって、これどうされてるんですかって言ったら、ある人がから仕入れてると、はい、でその人メダカ屋さんしないんですかって、いやもう生産量がないからたまに持ってくるだけですみたいなね、はい、そういうこともありますね。はい、ちょこっとお小遣い稼ぎにぐらいな感じで持ってこられてる方もいるんですけど、やっぱりね、ちょっと一昔前ぐらいだとメダカ出せば出すほど売れてた時期があると思いますので、そこでね勘違いしちゃってね、大したクオリティでもないメダカをバンバン作ってね、売ったりしてお金儲けをしちゃった人たちがいると思います。まあそういう人たちは今は残ってないのかなといった感じですね。はい、なので初出店とかね、今まで出してなかったけど今回初めて出しますみたいな方は要チェックです。はい、一点物かもしんないっすよ、一点物かもしれない。はい、まあ、F1 じゃないとしてもですよ。はい、もうすごく取ったうちの何匹かかもしれないけど、うわすげえこんなの見たことないっていうのを持ってる可能性はありますよね。だからメダカ屋さんでね、メダカを買うのもイベントとかね、メダカ屋さんで買うのももちろんいいんですけど、メダカ仲間をやっぱり増やした方がいいと思います。はい、いるんすよ売ってないっていう人で、これどうやって作ってんのみたいな。それこそこの前のね、俺たち妄想族の佐川さんとかは売りに出されてなかったんで、すっごいヒレがビロンビロンしてるメダカとかね、いっぱい持たれてるわけですよ。やっぱり売ってないからいいメダカをずっと類代してるといった感じですね。はい、本日はいいメダカを持ってるメダカ屋さんの見つけ方、まあ、こんな考え方があるよといった話でした。はい、まあだから今からメダカを販売しますっていうようなね、ルーキーの方がいたとして、まあ、その人のメダカを買ってその人を応援すると、はい、買って応援することによってその人がですね、よりいいメダカを作るということもあるので、まあ、成長を見て楽しむ、メダカの成長だけじゃなくてそのブリーダーさんの成長を見て楽しむっていうのもですね、まあ、メダカの、はい、楽しみ方かもしれませんね。それではメダカッキーでした。バイバーイ。